えー、小規模事業者持続化補助金の販路開拓の使い道について解説をさせていただきます。この動画をご覧になっていただいている方は、小規模事業者の方で、この小規模事業者持続化補助金を活用して補助を受けながら販路開拓をしたいと思っていらっしゃる方、もしくは、えー、使い道どうしようかなと思っていらっしゃる 企業のの経営者の方だと思いますえー、その皆さんにこの小規模事業者持続化補助金の販路開拓の使い道について解説をさせていただきますこの小規模事業者持続化補助金というのは、まあ、新たな販路開拓費用の3分の2が補助されますといったような補助金のことです 取引先開拓だったり販路開拓だったり集客についてですね最大50万円の補助が受けられると補助率3分の2ですねまあ中にはの2020年1月以降の法人設立の場合は100万円まで補助を受けられるといったような上限もありますけれども基本的には最大50万円まで補助率3分の2で販路開拓の費用の 補助が受けられるといったようなものですで、えー、今からもし、えー、申請をしていくというふうになりますと、えー、ちょっとこの2月にも締め切りがあるんですけれども、えー、結構、えー、締め切りをもう迎えてしまっているような商工会ですとか商工会議所あ,あのそもそも申請がですね商工会議所や、えー、商工会を経由して申請を行うんですけれども そことの事前の調整というのが必要になりますので、そこの商工会とか商工会議所がもう2月の申請分については締め切っていますというところも中にはあったりするので、もし今から申請をしたい、この補助金を活用して販路開拓をしたいと思ったら、6月ですね、次回の6月に向けて申請をしていく、申請の準備をしていくというふうな形になります。 でまあ、6月に申請をすれば、まあ、7月の下旬から8月、まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらいで、大体交付の決定通知書、あの採択っていうのがされますので、えー、最近で言うと7割ぐらいの方が、えーまあ、あのだいオッい OK になって、補助金を活用して事業を行っていいよということで、えー、OK の通知をもらえますで、えー。OK の通知をもらった場合は、来年の3月ぐらいまでに、えー、事業を行っていって、まああの、完了の報告をすれば、 大体3ヶ月ぐらいで補助金の入金があるとまあそういうような制度ですけれどもこの使い道として対象になる販路開拓っていうのは一体どういうものかなっていうことでお話したいと思いますまあ,あの分かりやすく言うと販路開拓の取り組みを実施したことによる費用の支出に限るというふうに横の方ではなってます例えば、まあ、広報費として例えばチラシとか DM を作ったりとか、まあ、あるいはそれを配布したりポスティングしたりですね あるいは、まあ、ウェブサイトを制作して、まあ、そこであのお客様を誘引したりとか、あるいは動画を作ってみたりとか、あるいはウェブの広告を出してみたりとか、いわゆる新しい取引先を開拓するための取り組みを行いましたということによる、この広報費ということでは、販路開拓の取り組みとして対象になります。実際にこういったものは採択されています。で逆に 対象外となるものは、まあ、パソコンの購入だったり、まあ、車両を購入するとかいわゆる、まあ、この販路開拓の取り組みというのが目的ではなくてそれ以外に、まあ、汎用性の高いものほ、まあ、他にも使えちゃいますよねっていうものは結構、えー、採択で、えー、されずにこう対象外になってしまったりとか。 ようなこ,とはありますでこの動画の概要欄の方に、実際に小規模事業者持続化補助金の採択者の一覧というのを公表されているので、その採択者だったり、その例、どういったことに使ったかということが資料として出されていますので、それの URL を概要欄の方に貼っておきますので、そちらからご覧いただければと思います。まあ、いずれにしても、この販路開拓の取り組みをしたと。 言ったようなことに限るというような補助金になります。で、えっ、ー、と、私たちは、この小規模事業者持続化補助金を活用した取引先の開拓ということをやってます。個人の取引先を獲得する営業代行をですね、やってます。で、会社名は株式会社セールスマーケティングファームといって、創業6年目で千葉県の船橋市にあります。まあ、1社20円でできる安価な営業代行をやってます。 実際にこの小規模事業者持続化補助金を活用していただいて、我々のこの取引先開拓のこの営業代行ですね、利用いただいて販路を開拓しているといったような企業様はたくさんいらっしゃいます。実際にこの補助金を活用して新しい取引先を開拓したいと。法人の取引先を開拓したいといったような企業の方は、我々の方で営業代行やってますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。 ありがとうございました。